私たちの肉体は、肉の感覚は、肉っぽいものが好きなんです。肉っぽいものが好きです。霊は、肉っぽいものが嫌いですが、霊は、霊だけが霊的なことを好きですから、この肉の感覚を超えて霊に至るまでは、なかなか手間暇がかかります。努力しないといけませんよ。ハレルヤ。よろしいですか。じゃあ今日はローマ書の9章、ローマ書の9章の1から3までを読みます。よろしいですか。どうぞ。私はキリストに結ばれた者として真実を語り偽りは言わない。私の両親も聖霊によって明かしているところですことですが、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなってもよいとさえ思っています。アーメン。はい、祈りましょう。主なる神イエスよ、主の御名によって永遠なる命の救いを得たあなたに、あなたの子供たちが今この場に来ております。ひどりびどりに聞く耳悟る力を主の聖霊によって注いでくださり、肉の思いや感覚を乗り越えて、あなたの聖霊の不思議な力によって霊的にはっきりと主の御言葉を悟り、御心にふさわしく生まれ変わり、主に喜ばれるものとなりますように、一人一人を助けてください。礼拝の質を主の聖霊に委ねて、イエス・キリストの尊き皆によってお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。今日この聖書の本部に出てくる人、パウルという人は、本当にトラマチックな人生を生きた神の代表的な神の人なんです。まだ知らない人もいるでしょうけれども、このパウルという人はイエス様に出会うまでには自らが大きいものだと思って生きていた人なんです。天下のクリスチャンたちを憎んでいたし、天下にいるクリスチャンたちを洗いざらい全部できれば殺してやりたいとまで思っていた人間なんです。皆さんのうちに誰かを殺してやりたいと思って歩き回ったことがありますか？そういうことがありますか？たくさんいますね。心の中では毎日誰か殺したいでしょ？違いますか？でも心にはそういうことがあっても、実際に人を殺したいと思って歩き回る人はあまりいないはずです。使徒パウルは、皆さんの心にある通りにすればもう先週も何名か死んだはずですよ。あいつは足が折れてほしいとか、死んでも当然だとか、たくさん心の中で思ったでしょ。その通りになったらば、今うちの信者の半分が減ったかもしれませんよ、今週。でもそれを心にあっても、またそれを取り除いて抑えていくでしょ。でもパウルはそうじゃなかったの。実際に心に思った通りのことを実行して、実際にクリスチャンを捕まえて刑務所に入れたり殺したりしたいと思って歩き回っていた人なんです。ステパノという神の真実な人が石打ちされて死んでいくときに、これは正しいことだ、これが本当にエルサレムにいる人々がやるべきことだ、このような敬虔なクリスチャンたちはできれば一人残らず全部皆殺しにすべきだと。彼はそれだけで満足できませんでした。それでダマスコの町、すなわち隣の町、他の人の町、例えば東京ではなくて、あの横浜まで行って、横浜にいるクリスチャンがいればそれを見つけて捕まえて刑務所に入れるために、このように残酷な人、残忍な人でした。
それで自分が正しいと思って自分は大きいものだと思っている。名前までサウルという大きなものという名前を持っていましたよ。皆さんの名前に大きいという名前が入っているのはちょっと困ります。大きいという意味の名前が入っている人はそれを読み方を変えた方がいいですよ。タイという名前が入っていればこれをタイと、ね、タイスケとか読まないで、例えば冗談ですよ、こういう人なんですよ。こういう残酷な人が、この人が今こういう告白をしています。自分は自分の心の中には深い悲しみがあるし、また絶え間ない夜も昼も寝ても覚めても絶えない痛み苦しみがあると。それが何かというと、同胞のうち誰かが自分が出会ったイエス・キリストに出会えず、そのまま救いを得ずに滅びていくことがもしあるとすれば、そういう人のことで深い悲しみを感じる。そういう人のことで寝ても覚めても心の痛みが絶えない、そういう毎日を彼は生きていました。彼の今こういう告白が真実であることは、主の聖霊が明かしてくださる偽りのないものだとはっきりと言ってます。はっきりと。これは、キムさんが、田中がさんがこれを私の気持ちは知って分かってくれるんじゃなくて、主なる神様の聖霊様がそれを分かってくださっていると、はっきりと神の前で偽りなく告白できる人パウロの悲しみや痛み苦しみ、これは救われてない人への、救いに至ってない人々への悲しみであり痛みであります。一人の人間が通してこれだけ変わってるでしょうか。クリスチャンといえばぶっ殺したいと思うと思って、実際にそれを実行して行動に移したいと思って歩き回っていた人が今度はクリスチャンになってない人々のためにこのように悲しんでます。それも深く深く。彼はイエス・キリストのことをナザレの町のただの人間の一人だと思っていたから、彼が信じるヘブライの神の前でそれは冒涜的なことだから、それが許せなかった。彼は忠実なヘブライ人でした。彼が信じる神への冒涜を行っていたイエス・キリストなんかは認められなかったからよ。彼の心の中は常にキリストイエスに会う前にも、この世で気に満たされてではなくて、自分の欲求を満たすためではなくて、自分が信じる神に忠誠を尽くすために彼は人を殺すことまで平気でやるようになっていたんですよ。人の心の中にこの世に向かう心より、情欲より神への心が強く働くときに、こういう人は本当に土地へ転んでも勝利者になる。ハレルヤ。皆さんの心の中に、皆さんの心を一番熱く強く固く縛っているもの、支配しているものがあるとすれば、それは何ですか。つい最近起こした会社ですか。最近結婚して迎え入れた奥さんですか、主人ですか、生まれたばかりの可愛い子供ですか。クリスチャンの中には少なくても神への熱い心、固い心がいっぱい満たされる必要がありますよ。ハレルヤ、アメン。こういう日では神様を放っておかないの。ちょっと間違ったこと、人を殺すまでの間違い、ちょっとなくて大変な間違いがあっても、そんな罪を犯してもいずれは神様がその道を正してくださいますよ。正してくださいます。
使徒パウロの心にそれがあったんですよ。私の考えでは、中二弟子の一人一人よりも、もっと使徒的な権威と力と、もっと神の心がはっきりと分かって、それを自らも実践し、人にも教えた、唯一の人がパウロだと私は、そう思っています。使徒言行録から、ユダヤ書までを皆さん読んでみれば分かるでしょう。パウロより細かく小さいところまで神の心が分かって、それを守ったり伝えるために本当に熱く自分の全てを尽くした人はいない。今キリストイエスの皆を信じている私たちのにおいて、本当に模範的になるべきモデル的な人物がこの使徒パウロなんですよ。この方の心の中には夜も昼もなく絶えない痛み、苦しみ、悲しみがある。それはまだ救いに至ってない人への悲しみ、痛みですよ。それ以外のことは彼は全部捨てたの。それ以外のことは全部あったものだけども全部捨てたの。それも排泄、散りあくた排泄物を、ゴミ箱にゴミを、トイレに汚物を投げて流すように、未練なく惜しみなく、トイレを掃除するときにもったいないと思う人いないでしょ。便器の中と汚物を流すときにもったいないと思う人いないで、それで帰り見たり惜しむ人いないでしょ。使徒パウロはそのように、この直の世と関わっていた過去の自分はそのようにあっさりと惜しみなく全部投げ捨てた人ですから、彼の今日の告白は本当に偽りないこと、主の霊が明かしてくださなくても私たちもそれが分かるほど信じちゃなものであります。このパウロを中二弟子よりももっと尊い器地として神様が用いてくださったのところには、こういう理由がちゃんとあるからです。コリント1の手紙2の16節に、誰がキリストの心を知って、誰がキリストのその心を、誰が思いを、誰が教えてくれるのかと。これはですね、万軍の主なる神様がこの世の信者たちに、誰がパウロのような心があるか分かりやすく言えば、それを今探しておられる、探しておられる。パウロのようにキリストの心が分かって、それでそれを教えてくれるようなものがどこにいるのかを、主なる神が今この世の信者たちの中でそれを探しています。探して、東京地の果て宣教協会いたらいっぱいいましたよ。ハレルヤ。なんか返事が、自信のない返事。さっきまでできなかったとしましても、この瞬間に切り替えてよ、アーメン大きくはアーメンができますように。イエスの皆で祝福した人、過去の罪は問わない方ですから、イエス様は。ハレルヤ。ああ、これずるくありませんか。いや、全然ずるくないの、そのずるさの中から私たちをお呼びくださった神様ですから。ハレルヤ。この間ある人が電話がありまして、先生、どこの教会でもダメですね。何がダメだ。過去の自分の罪の、自分が犯した罪の前科を全部調べ上げて、それからもう以前の教会でもう何年も前の話なのに、全部悔い改めて、神の前では清算できた罪なのに、あなたは以前どこの教会に通ったの、その前はどこに通っていたの、全部遡ってその人のが通っていた教会を全部調べ上げて、いや、ここの教会通っていた時にこういう罪を犯して追い出されたじゃないか、それで転々としてここまで来たのじゃないか、あなたは罪人だよ、それで行くどころがないで、もう日本のどこかでよ、ちょっと遠いところなんだよ。昨日おとといでつい、もう行くどころがありません。先生、どうすればいいですか。
インターネットで全部その地域にある東北地域にある教会を全部調べてももう行くところありませんよ。ですから何々会というカトリック系の教会にもう行くしかない。いやちょっとそれは君違うでしょと。いやもう他にはないんですから。果たしてこの教会、人をキリストへ導き、人を救いに導く気持ちはあるのかないのか。イエス様が許した罪を、それも何年も前に許した罪を、イエス様が、いまだに教会はそれを掘り出して、こんな罪あったじゃないか、こんな罪あったじゃないか。ですからイエス様が、誰がと聞いてるの、誰がと。教会が、神の人はこれをやっていないから。誰がパウロのようにイエス様の心が分かって、これを教える者が誰なのか、誰なのか、どこにいるのか。私も皆さんも、本当にイエス・キリストの皆を信じているならば、私たちの心の中がキリストのように、パウロのように、本当に私たちも聖霊に結ばれて、偽りなく自分の良心を、はっきりと告白ができるようなものにならない限りは、私たちもいけないクリスチャンです。もし皆さん、そして私はもういいです。全部帰り見て、祈ってみましたから、清算してみましたから。それからこの言葉を伝えるように決めました。最終的に、皆さんの中にもしかして、誰かを罪に定めている人がいれば、パウロの前で、先祖の前で、キリストの前で、私たちは素直に、今までの自分を、ある教会に裁かれないうちに、イエス様に裁かれないうちに、自分で自分を裁いてよ。それを悔い改めれば、この時間から本当にパウロのような一割のない告白ができ、キリストの心が知るようにキリストの心が知るようになって、キリストが今探し求めておられる、キリストの基準に告白できる信者に生まれ変わることができます。そうすればパウロのような、寝ても覚めても深い悲しみと絶え間ない苦しみが逆に生きる望み、生きる原動力の、その人の人生を支えてくれる力となることが分かります。何、苦しむのが好きな人いますか？悲しみのが好きな人。いや、キリストの人は、世に対する悲しみ、痛み、苦しみじゃなくて、悩み、心配じゃなくて、神の国、神に対する悩み、心配、痛み、苦しみ、悲しみを感じる人は、これは幸いな人です。それが逆に生きる力となります。逆説的な話に聞こえるかもしれませんが、まさに使徒パウロは、これがあって彼が使徒として、本当に神の前を生きることができたんです。何があって？深い悲しみと痛みがあってよ。救いに至ってない人々へ。世に走る心や、陸の情欲を満たすための、そういう悲しみや苦しみが生きる原動力になっていけませんよ。クリスチャンたちは、アーメンできますか？もちろんそれも欲しいですよ。怠けたなら一生懸命やるべきですよ。世に向かっても一生懸命やるべきですよ。でもそれよりもっともっと私たちの心を熱く、集中すべきなのは、まず自分の霊魂の救いと、家族の霊魂の救いと、それから世にいる人々の命の救いとのためにもっと心が熱くなり、何よりも優先的に、それに集中する生活をする必要があります。アーメン。いや、意外と振り返ってみれば、ある個人も教会も本当に寝ても覚めても絶え間なくその人を縛って支配しているのは
自分の霊魂の状態救いと人の霊魂の救いじゃなくて、実は信じない異邦人の人々もみんなが抱いている直の世への熱い情熱、これがたくさんある。意外と、なんで私イエス様信じてるのにこんな話聞かないといけませんか。信じてる私たちが心の中は意外と信じないもののように、よく日本でも韓国でもアメリカでも言われる成功の哲学、イエス様信じてなんとかこの世で今まで自分でできなかったこの世での勝利成功のためにイエス様を利用するような、成功の哲学を聖書の中から見出そうとしているクリスチャンたちがあんまりも多いからね。あんまりも多いから。そう、もし私たちが本当にクリスチャンだと思っていながらもそうだとすれば、世にいる異邦人、信じない人々の前で本当にこれは恥ずかしい人なの。あなたは自分では力が足りないからイエス様信じてちょっと成功したいと思って教会通ってるのと、こう思われるクリスチャンがいるならば、これはすっごい恥ずかしいことなの。イエス・キリストが歩まれた道、人パウロが歩んでいた道、私たちも歩むべきこの道に対する誇りもなく、まだこの道を知らない人々への痛み、苦しみ、悲しみも感じずに生きているクリスチャンたちがいるとすれば、これは世の人々の前で恥ずかしいことだった。恥ずかしいこと。世の人々と皆さんと私が違うのは、私たちの望みは天にあるところに違いがある。世の人々も陸的にはいいこといっぱいやってますよ。最近聞いてるでしょう。世界一二を争う金持ちたちが全世界の金持ちたちに呼びかけて、約40人以上の金持ちたちが全部救済のために金を寄付すると、財産の多くの、もう約今現在集まった金だけでも日本円で約15兆円以上集まったそうです。もう約束はで、約束はね、寄付すると大した金ですよ。世界で本当に金がたくさんあると言われている人々が最近すごいいいことやってる。当然持っていけませんから、俺使い切れずに去っていく人生だから、ちょっと財産を分けて貧しい人々のために施そう。今最近ぐらい有名な話題になっています。しかし中骨円じゃなくて100骨円じゃなくて1500兆円を寄付したとしましても、世界一の金持ちだ、違うよ。その金を誰か一人の人の命を救うために全部投資したとしましても、たった一人の命も買い取れないの。天下にいる人間の霊魂の価値は、天下にある価値をもってでは計りができない、測定できないものなの。あんまりも深くて大きくて広くて熱くて、宇宙万物とその中にあるものを全部売ってからその代金で日取りを買おうとしても買うことはできないの。じゃあ隣の方にちょっと挨拶してよ、久しぶりに。これ以上憎まないでね。ハレルヤ。ああ、天下よりも値高いあなたにお会いできて光栄です。ある人は2人3人4人さっきの人にまで挨拶してる。ある人は自分の隣にも挨拶して挨拶しないとはいる。このかたくなのは通せればいい、通せれば。牧師がここと言ってると思うからやらないの。今主なる神が聖霊によって牧師をマイクのように使ってる。牧師は道具に過ぎないと思わないから、生ける神の働きを信じないから隣にもできない。隣にも
信じる人は3人、向こうの人まで。心は、霊的な心は熱くなって、3人じゃなくて、3人先じゃなくて、木の果てまで走るべきだ。ハレルヤ。それがこの教会の、この教会がやるべき霊的な務めなのに、この教会に通いながら務めどころか、この教会の務め使命どころか、この教会の名前までまだ覚えてない人がいるから、無関心じゃないの。これを全部献金、目に見える金で換算して、毎週私がばらまくんだったら、みんなここに座る、ここに、いやいや、ここに来てる。私の腕にすがりつくはずだよ。先生の手が向こうに行かないよ、こっちに。目に見えないからといってみんな無関心、隣にも、神の声にも無関心ない。目に見えないから。これが肉体の感覚、無感覚、肉体の感覚の鈍感さを語って、鈍感。なぜこんなに信者たちの心にパウロのような深い悲しみや痛みが満たされているのか、満たされているならば、世の人々にもっとイエスの皆をうまく用いて、イエスの皆をうまく使って、今までできなかった勝利を、今までの失敗、今まで鬱憤を全部晴らして勝利してみようじゃないかと、こういう心が満たされているから問題なの。そうじゃない人はごめんなさい、許してください。でも家に帰ってゆっくり自分を帰り見て祈ってください。立ったとすれば、もしそういうところがあったとしましたら、どちらかといえばパウロの告白じゃなくて、イエスの皆を用いて成功したいという心が強いという部分があったとしましたら、人が見えないところで神の前で心を引き裂いて、それはできない人は服でもいいからよ、安い服を寝巻きに着替えてね、寝巻きでも引き裂いて罪を悔い改めて神の前でよ。ハレルヤ、アメン。今の話の意味が分かりますか。昔は王様は王の服でも引き裂いたもん、罪を悔い改めた時に。新約ね、新約時代になっては、マタイの18章ではイエス様が、あなたの目ん玉がそうだったら目ん玉をえぐり出しなさいよ。手足がそういう罪のつまずきを与える手足だったら、切り捨てなさいよと。衣、王の衣を引き裂くだろうて。手足も王、手足をよ、目ん玉を、切り捨てえぐり出して投げることがあっても、正しい神の人になるべきだと、イエス様が、こんなことを教えてるイエス様は本当に白状だと思ってるでしょ。牧師が来ようと言えばみんな、あの牧師が愛が、愛がない、愛が。こういう教会は警戒すべきだ。じゃあイエス様を警戒して逃げるべきだ、仏教へ。皆さん、本当にクリスチャン、本物にな、本物にならないと意味がありませんよ。使徒パウロは、使徒パウロ、私が見た神の人の中で一番好きな人なの。一番本当にもう、足元にもよらぬほど素晴らしい人がこの使徒パウロなの。ペテロ、ペテロと言ってても、ペテロも偉いですよ。ペテロだけを考えれば素晴らしい俺。でもパウロの前に来たらペテロは、なんで後ろめたいことをたくさんやったから、ペテロはパウロの前で、これほどパウロは自分の良心を主の霊が、主の聖霊が明かしてくださることをもう大胆に心ができた、あ、告白ができる人なの、神の前で。しかし今のクリスチャンたち違う。あの時のペテロのように人の顔色を伺って、神の霊の前じゃなくて、人の顔色、人の目の前で立ててもらいたいと思うから。あの滅びたサウロのようなクリスチャンが、聖霊の時代である今もいることに、聖霊の。サウロが生きていたその時には、聖霊様がサウロの中に雇ってくださった時期ではなかったの。
今聖霊を自分の中に宿している時代を生きるクリスチャンたちも、あのサウルのように人の顔色を先に伺うような、こういう信者たちがいるという。今こういうのを生産しないと後で大変だから、今こういうのを生産していかないと後で大変だからよ。子供の時に悪い癖がついたら、年取ってもこれはなかなか治せない。悪い癖はできれば早く取り除いていくべきです。ハレルヤ。アメン。聖霊様が私たちの中で明かしてくださる、聖霊様が私たちを導いてもくださるし、諭してもくださるし、イエス・キリストのように権威あるものとして高めてもくださる方であります。聖霊様は私たちの中にある心の良心のような、もう一つの良心じゃないの。聖霊様がまさにこの世に来られたイエスが天と地と万物を治める王様であることをはっきりと明かしてくださる神の霊が聖霊様ですよ。皆さんと私の中にはもう全てが来てます。イエスの皆によって聖霊様まで来てるから、まさに私たちの中では王の子にあるし、王の子にある権威が働くべきです。アメンですか。そういう人に本当になりたいと思うならば、パウロのような大胆な人に、プライドの高いクリスチャンになりたいと思うならば、その聖霊の前で私たちも偽りなく、私たちの心のありか、私たちの心が寝ても覚めてもどこにいてるかと、何を求めているかをはっきりと大胆に恥じることなく言えるような、大胆に言えるような信仰、ハレルヤ、今日からさらに整えていくように主の皆で祝福いたします。アメン。あのイギリスには、イギリスのリバイバル時代を導いた素晴らしい神の人がいるんです。ジョージ・ヒットフィールドという人がいるんだけど、この人の名言を紹介します。この人は、私は死んでいかない、死んでいかない、私はすれていく、すれて、すれていくという言葉はタラガダという。これをもっと分かりやすく説明します。日本の料理を、日本人の韓国語も使うでしょ。料理の時にニンニク、ニンニク文字、ニンニクの、ニンニクを形のあるまま使うんじゃなくて、これを吸って、吸ってすりニンニクって言うの、すりニンニク。すりニンニクはこのニンニクをするんですね。粉のように細かく振って使うニンニクをすりニンニクだというの、知ってますか。まあ、困った時には知らないと言えばいいの。すりニンニクを知らない人にもう一度説明。ニンニクを すり方があるね。こういう感じで片方からこう吸っていくの。粉になるように形がある、形が全部崩れるようにこう吸っていく、吸っていく。アメンですか。ヒットフィールドは自分の姿ありのまんま死んでいきたくなかった。なぜ、この福音を伝えて一人でも多くの人を救って自分の民族を救うために、自分の人生をすりニンニクのようにしたいと、自分の人生をニンニクのように吸って料理に入れる、それで料理の味を出すために。ハレルヤ。眠いですか。料理が出来上がったら一口あげますから。皆さん、ニンニクをするように自分の人生を吸って、それから料理に入れて味をつける、そうやって自分の人生すれていきたい。形のあるままに死にたくない。なぜ、自分はクリスチャンだから、自分の中にはイエス・キリストの皆が入ってるから、天下を手に入れても得ることができない永遠なる命の救いが、このキリストイエスの皆によって自分の中に入ってきてるからよ。
自分の人生をすり抜くのに沿って、さらに世の人々にこれを、世の人々の命の救いを得る味付けとして、全部を捧げてから生きたいと。惜しみなく自分を吸って捧げたい。人を救うためによ。こういう信仰とこういう情熱で彼は求めたい。彼をきっかけとして、皆さんがよく知っている人は、ジョン・ウェスレーの方がもっと有名かもしれませんよ。でもその前に、ウェスレーの前に自分の人生を吸ってイギリス民族のために捧げた人は、ジョン・ジョージ・ヒットフィールドの、ヒッピル。こういう人がいてからこそ、ヨハネの、ウェスレーのような人が出てきたわけですよ。この日本のために、この日本、戦後60年が経っていても、ままならないこの日本霊的には、この日本人旧霊のために、私は、私の人生を吸っています。すり人に苦して捧げたいと思って、今までやってきてます。パウロの言葉を借りると、私も主の霊の前で、約5回以上これを認めてもらったんですよ。お前が、旧霊のために自分の人生吸ってるの、お前の生きる唯一の望みが人の旧霊だろうと、私も分かってると、聖霊様が5回以上私を認めてもらった。私は一度、あまりにも疲れて死にたいと言ったときに、神様にすごい怒られたことがある。お前がやるべき仕事がないと、旧霊の仕事がないんだったら死んでもいい。しかし、お前の人生の唯一の望みであるべき、この旧霊の仕事が今からちゃんとやるべきことがたくさん山ほどあるのに、今のうちに死にたいと言い出すのは、これは事故だ、事故、事故。事故っては何ですか？自然死と事故は、事故死が違うのは、死んではいけない時に事故で死ぬのが事故死なの。神が怒って天使たちに、こんな自分がやるべきことをほっといて死にたいと言ってるやつを死なしてやれ。事故死処理して、事故死処理。死んじゃいけないのに死にたいと求めて死ぬ場合は、これは事故だって。事故死処理しろと言われたの。その瞬間、私の霊魂が私の体から出ていくために、この映画でたくさん見たでしょ。ああ。生き返る寸前の人の姿たくさん見たでしょ、映画で。おう、もうため。言葉も出ない。ここまで霊魂が、ここから、創世記の2章の7節見れば、神が人を土の塵で形作って、鼻に息を吹き込んで、何に作った？生きる霊として人を作った。吹き込まれた息吹が鼻から再び出ていくのが生き返ること、死ぬことなの。霊魂が体を離れること。この寸前まで行きました。もう言葉も喋れない。ああ、その時思ったの、映画で見たように、これが出たらもう終わりだと、これは死だということが分かって、自分の体でそれを覚えた瞬間、しまったな、ただつぶやいただけなのに、ああ、ちょっと苦しいから、毎日祈ってるし、何時間も断食してるし、信者たちは言うこと聞かないし、今の皆さんはみんな羊だけども、昔の皆さんはみんなヤギだったから、はっきり言ってよ。それは何ででしょうか。牧師を強く訓練させるために、初めは神様がヤギのような信者を送るの。ん？神の言葉で命の水を飲ませようとすれば、角でつっつくの。なんでと。初めはこういう信者ばかり。嫌だよ。命の水を飲ませようとしても嫌だよ。ですからもう死んでもいいと。死にたいとつぶやいた瞬間、こういうことが起こったんですよ。事故死処理しろと。その時私は、口はもう言葉が出ない状態だから、心で悔い改めたの、神様。二度と死にたいとか言いませんから、今回だけ許してください。心で。
しばらく祈ったら心で約1分ぐらい祈ったら再び私の霊が体中に戻るのを感じましたね。どういうふうに戻るのか、例えばこうゴムなどでこう縛っておいて血が流れなくした場合、再びこうゴムを外したらどうなる？血が流れるでしょ。再び流れる時にその気持ち感覚分かりますか？そのようにここに集まってもうここから出ようとした霊魂が体全身に広がっていくのが分かります。でやっと、ああこれが火だ、火の体験。いつこういう現象が起こりましたか？血越し処理しろという神の声が、厳かな声が聞こえる瞬間に4人の天使がシルバー色のアルミみたいな色の棺桶を目の前に置いた、私の目の前に。その棺桶を見る瞬間にこうなったんですね。死に至る現象が起こった。今はいくら苦しいことがあってもその時のことを思い出すの。もう一回やったらこれだ、首だから、ね、牧師首になればあの棺桶に入るから、ね、瞬間に入る瞬間に。それからさらに、私は自分も自分の女房も娘もあの孫も生まれながら牧師だから、俺生まれながら全部捧げる、惜しみなく捧げる。最近はこう祈っています。主よ、もう捧げられるものはこの身しかないんです。まあ、ないんですね。これ以上何にも捧げるものはありませんよ。私は天に行ってあなたのしもべと呼ばれて今まで生きてきながら、私があなたの前で何かあなたに喜ばれることをやったならば天で報いを冠をくださるでしょう。それを前借りしてよ、前借り、前借りしてくださいよ。天国ではあの天国の外れに、あの天国の外れに永遠に住まわれても光栄だから、天国で王様になれなくても外れに住まわせていただくだけでも光栄ですから、私が受けるべき報いが冠があれば前借りしてください。前借り、この世でこの世を生きる間に前借りして、一人でも多くの人の命を使うところに、救うところに使わせていただきたいんですから。以前もたくさん祈りましたけども、最近またそう、最近もたくさん、ほとんど毎日の祈ってる、前借りお願いします。前借り、いまだに救いの道を知らずに、救いとはかけ離れた生活をしている人々をあなたの身元に連れ戻すために、私はこれ以上捧げられるものはもうありませんからよ、前借りしてくださいよ。そうすればそれをもってさらに救っていきたいんです。それが私の生きる唯一の望みだろうとあなたはご存知でしょう。それが知らないんだったら神様じゃない。なぜ私も知ってるのにどうして神様を知らない、私も私の心を知ってるのにどうしてこの中に置かれるおられる聖霊様がそれを知らないの。知らないわけないでしょ。こういう祈りの時は皆さんも大胆に祈ってもいいことを信じますように、イエスの皆で祝福いたします。どうせ朝の霧のように、どうせ朝の霧のように今しばらくはとどま現れて、感じる音も見せる音もできるんだけども、ついある瞬間に私たちの人生は朝の霧のように消え去っていくものなんだ。肉体の人生はこれに未練を置いて今まで生きてきたとすれば、それは悔い改める祈りの一つです。いまだに天の御国に一番望みが、大きい望みがないとすれば、神の前で偽りのクリスチャンであることが知らないとだめ。聖霊様は誰とでも働くんじゃないの。罪を悔い改めて霊魂を清めて、神様が王として働く条件を神様に提供する人の中でしか聖霊様は働かないの。イエス・キリストは世に来られる時に生贄として唾をかけられ、蹴っ飛ばされて、釘付けられて、命の水を全部、命も水も血も流してくださるために来ましたけども、聖霊様は違います。聖霊様は王であるイエスを伝え、王権を握ってそれをもって働くために来られた絶対主権の持ち主である神様ご自分なんですよ。聖霊様は
聖霊に逆らうところ、軽んじるところ、罪を悔い改めるところの、ところや人の中では絶対に働かない神である。絶対に働かない尊厳な神様であります。ハレルヤ。今イエス様は、皆さんと私が信じているイエス様はこの世におられませんよ。天の御座におられます。この世におられるイエスは聖霊によ、聖霊、イエスの御名で来られた聖霊様ですよ。聖霊様を軽んじて無視して逆らって、イエスの御名を死ぬまで呼んでも結果が出ない。聖霊の前で偽りのない信仰に認められるのが一番大事であると信じたいと思う人だけが心からアーメンと握手をイエス様に送り、聖霊様は皆さんの体の中で、霊魂の中で、家族の中で、会社の中で、皆さんが生きる全ての人生において偽りなく皆さんの信仰、偽りなく大胆に振る舞う皆さんの信仰を見て喜んで共に働いてくださるように、私たちは聖霊様を意識して頑張らないといけない。ハレルヤ。聖霊様が働いてくださるんだったら、皆さんにあるべき神の権威がよみがえります。皆さんにあるべきイエスの名によって与えられた神の子である権威がよみがえると、聖霊によって皆さんは不可能のない神の子として生きることができる。不可能のない。ハレルヤ。全てが回復します。全てが回復しますよ。アーメンですか。アーメン。聖霊様は今この時間、イエスは天の御座におられます。イエス様がおられる天の御座まで皆さんと私がこの足で、いや世界一速いジェット機に乗って、あの、いや何、月へ行ってくるロケット、コロンビア号に乗っても、何十億年が、200億年がかかってもたどり着かないところにおられるのイエス様は、今この世の乗り物では時間の流れが止まるまでずっと飛んでいてもたどり着かないところにイエス様は今おられますよ。聖霊様によらずには、私たちは皆しご、産むのは誰かが産んでくれたんだけども、親が産んだ瞬間捨てた子供になる。産んだ瞬間捨てた子供はどうなります？産んだ瞬間親から捨てられた子供はどうなるのか。そのようになってしまいますよ。聖霊様を無視すると。聖霊の技を軽んじるとです。ハレルヤ。アメン。聖霊の前で皆さん頑張りましょう。偽りのない信仰の告白ができますように。アメンですか。聖霊の前で偽りのない信仰の告白ができるように頑張ってください。そうなりますように頑張ってください。アーメンです。そして聖霊が皆さんの信仰を認めてよしと思って働く瞬間には、今までの全ての弱さが全部吹っ飛ばされますよ。嘘のように、ハレルヤ。嘘のように、昨日までの痛み苦しみは悩みは世に向かう痛み苦しみ悩み弱さは全部吹っ飛ばされて、嘘のように皆さんが権威ある神の子供として世に光のように光り輝く存在となるんですね。嘘のようによ。こうなる時に初めて私たちの運命が変わり、私たちが初めて新しい創造物になるわけですよ。言葉だけじゃなくて実際に、実際に。ハレルヤ。今抱えている弱さ、いくら頑張っても解決のできない問題、主の霊に働いてもらえば瞬間で、瞬間、瞬間ですよ。アメンですか。新しい現実が慣れなくて理解できないほど、現実、新しく迎えた現実がもうどうしても慣れない。これが夢のようで、夢の、ハレルヤ。夢のような神の技をこれから次から次へと生活の中で体験して生きる福音の証人となりますように、主イエスの御名で祝福いたします。アメン。今日から人の命を救うための
救うために深く悲しみ、絶えず苦しむ、こういう心が皆さんを支配するように求めて、本当に悔いのない人生、主の霊が皆さんの中を、皆さんの内面を明かしてくださるような、そういう人に完全に生まれ変わるように頑張ってください。アメン。そうすれば新しい世界が見えてきます。新しい世界が見えてきます。新しい時代は来ようとしてるのに、新しい器を作ってないから、新しい時代には新しい器を、新しい信仰を作らないといけないの。新しい葡萄酒を入れるためには新しい皮袋を用意しないといけないの。古い皮袋に新しい葡萄酒を入れたら、皮袋は破れて、皮袋は破れて、それもためになるし、中に入れた新しい葡萄酒も全部あふれてて、それも使えなくなるからよ。イエス様が心配してるのは新しい葡萄酒じゃないの。新しい葡萄酒じゃなく皮袋を心配してるわけじゃない。イエス様は皆さんと私の人生が破れないものになるように、どんどん新しい神の祝福を注いでもらっても、破れない人生、そういう信仰になるように、イエス様がそれを心配しておられます。ハレルヤ。信じますか。それでは今までを顧みて祈ってまいります。万軍の主なる神。